アヴェンティーノ・カギアナ、イット、ビラデル・プリエラとディ・マルタのサン・ペートロ、大聖堂・アヴェンティーノ、アヴェンティヌスは、ローマの79の一つで、ローマの起源となった場所である。チルコ・マッシモを挟んだパラティーノの丘の西側、ジェリオの丘の南西にある。つまり、テルミニ駅からは最も遠い丘となる。この丘の領域内、北西部には5世紀頃に起源を遡る、サンタ・サビーナ聖堂がある。 古代ローマ時代には、アウェンティヌスの家と呼ばれ、セルウィウス・トゥリウス王によって、ディアーナ神殿が建てられ、国有地とされていた。共和制ローマとなって、紀元前456年、古民間、ルキウス・イキリウスが、人口増加対策のためここを、居住地とする、イキリウス法を提出し可決されたため、人々が住み着くようになったというアェンティーのアウェンティヌス。 カピトリヌスカイリウスエスクイリヌスパラティヌスクイリナリス、ミミナリス紀元前31年のローマの地図上に示したローマの7級及びその他の使用地形の名称。都市を囲む国天線はセルウィウス城壁初期ローマの7級都市、ローマ成立前に人が定住したと伝えられる7級でオッピウス、パラティウム、ウェリア、ファグタル、ケルマルス、カイリウス、キスピウスの7つである。 カッコ内は、現代のイタリア語での表記。ローマの79詳細は、ローマの建国神話を参照としローマの起源となった。ローマの79は、アウェンティヌス、カピトリヌス、カエリウス、エスクイリヌス、パラティヌス、クイリナリス、ウィミナリスの7つである。カッコ内は、現代のイタリア語での表記。現代のローマ79アウェンティヌス、カピトリヌス、パラティヌス、クイリナリス、 ホルトロールム、ヤニクルム、オッピウスの七つである。カッコ内は現代のイタリア語での表記。ありがとうございます。